はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージです。今回は信長の野望創造戦国立志でいい直近でのプレイ続きをやっていきたいと思います。で、いい直近ですね、もう大河ドラマも始まってますので、ご存知の方も増えてきているのかもしれないんですが、女城主井伊直虎、大河ドラマで出てきている柴咲コウを演じる主人公の許嫁役三浦春馬を演じている武将になります。で、もう何度かお話してるんですが、この戦国立志で信長の野望の中では実は登場しない武将だったので、オリジナル武将で作成をしています。出るとするか。で、寿命がですね、29歳というところでそろそろ死んでしまう。敵が我が領内に向かっております。なっていますので、そこはね、ちょっとどうしていくかっていうところも含めて今回のプレイ で見ていければいいかなと思ってます。で、今歓喜城に向けて、敵が17,000だったかな、結構な数の軍勢ですね。で、出陣してくるという情報が入ってきましたので、これは捨ておけないというところになります。なんとか防衛をかけていきましょう。どうしても守りたい城になりますからね。しかも歓喜城に関しては貸し与えられた城、自らの領地ではないものの貸し与えられた城の位置づけになっているので、ここを失うと動員できる兵力が結構減ってしまうので、ここをまず確実に防衛しつつですね、結構邪魔くさいのがこの大御城を奪い取られたことによって、退却するための、退却路っていうのかな、退却路が遠回りになってしまうので、この大御城はちょっと奪還しておきましょう。早めに我が戦ご覧に入れよう。で、大御城がきっちり守備できれば、取り返すことができれば、その歓喜城への軍勢派遣もね、よりシームレスに進められますんでね。ここは大御城を取りに行きましょう。ただ大御城を自分で取ってもあまりうまみはない、最低限の戦力で取りに行くという感じになりますね。で、どちらかというとやっぱり赤松攻め、こちらは取れば取った分だけ自らの領地になりますからね。出陣する。いざ参ろう。出るぞ。戦場へ参る。加勢いたす。我らに勝てると思っているのか。歓喜城もそれなりに敵の軍勢、大軍勢に攻め込まれてますね。先月の収支です。報告いたす。守備隊が斎藤利光の線だけではとても支えきれない軍勢に攻め込まれてるな。三好が2000、さらに三好が6000、合計で15,000ぐらいの軍勢になってますね。大御城を先に取って歓喜城に援軍を派遣。我が戦お見せしましょう。我が領内に敵が迫っております。さらに歓喜城に敵の増援か。参るぞ。以上が持ちこたえてくれればいいんですよ、ね、逃げるなら今のうちだ。敵将捕らえたい。ここは大激戦になってるな。姫路城の攻略隊も苦戦を強いられていますね。ただ大御城に関しては取り返すことができたんで、この大御城を攻めていた承知いたしました。このまま歓喜城の防衛部隊に派遣していきましょう。で、できれば同時に姫路城も攻略したいので回路を進みましょう。姫路城はもともと黒田官兵衛、官兵衛と名乗る前ですね、秀吉の与力になった当時
黒田官兵衛が御城としていた城で、先月の終始です。報告いたす。秀吉が中国攻め、毛利攻めをするときにはこの姫路城を秀吉に譲って自らはね別の城に移ったっていうのがこの姫路城になるんです。この姫路城って結構綺麗な城で今でも有名ですよね。なので今回はこの姫路城を取りに行きます。で今ちらっと映りましたけど、この栗山善助っていうのはその黒田家の家老ですね。お、明智光秀がようやくこちらの配下に入るな。足利義昭15代将軍も我が配下となるか。これはありがたい。少しその武将に余裕が出てくるようであれば、もうちょっとね割り振っていければいいかなというところですね。木材不足になっちゃってるな全体的に。さあでは歓喜城の攻略じゃない、防衛と姫路城の攻略戦。加勢しよう。ちょっと待ってね、有岡城攻めは失敗になったか。有岡城は松永、鈴木家ですね。鈴木家も宇都宮の防衛に入ってきてるのか。でこっちはというとこっちも分が悪いな。一旦兵を引っ込めるか。このまま力押ししてもちょっと勝てる見込みがないな。ちょっと様子見入れしようかな。かかる。よし、これで敵が引いていったぞ。一旦引いていったので、水の台と姫路城を南北から攻撃できる、そういう状態になりましたね。そしたらここで一度大合戦を仕掛けていきましょうか。歓喜城の防衛戦で大合戦を仕掛けていきましょう。進め、まあ、数の上では有利に立っているので、始めるぞ。かかれ。そのままおとなしくしていれば勝てるかなというところですが、引くぞ。引き際わきまえねばな。引け、行くぞ。教えてやろう我が戦を。決着つけようではないか。承知いたしました。この戦我らが制す。敵の総大将を決める。これで決まりだ。こんな日もある。しましたね。よし、これで関係省の防衛戦が一気に肩がついたので、一気に姫路へとなだれ込んでいきましょう。まあ、ここで関係者を防衛できたというのは大きいですね。ご命令を報告いたします。先月の終始です。でさらに密談をしていた人たちに寝返りを促していきましょう。まずここは寝返り、さらに伏線、これで十分でしょう。さらに一応ですね、追加で派兵しておきましょう。観音寺から兵を念のためですね出しておきましょう。大御城を取り返し、歓喜城を防衛したことによって姫路までの路線が最短ルートが確保されて、攻めやすい状態にはなりました。我に打てぬ敵なし。ここが貴様らの地獄よ。これで
休みであってるのかな、がこちらに味方になってくれたので、さらに赤松正秀も不戦状態になったんですね。これで一気に城が攻められるんじゃないかな。ご命令を報告いたします。先月の収支です。報告いたします。全然違いますね、戦力的にも。そうなると室津の吉田にも数松を派遣しておきましょう。これでほっといても姫路は落ちるはずですね。いやー、姫路が取れるとだいぶ楽になるな。臆したか、我に続け。そしたらここは一気に城攻めに入りましょう。行くぞ。まあ、戦力的にも圧倒的に有利な状態を作り出してますので、このまま城攻めに入っていきます。続きなさい。引け。お、勝家も到着したな。まあ、織田家を一気に飲み込んだので、武将の質量とも今川家としてはかなり充実しているんですけど、ことこの井伊家に関して言うと、再三お話している通り武将不足に悩まされているので、やっぱりこの勢力を滅ぼすというのはかなり、ね、縄文を破壊しました。城門を破壊しました。敵城門突破しました。まあ、であと、まあ、今後の海外旅行の話をしておくとですね、まあ、興味ない方も多いと思うんですが、一応3月にですね、タイの方に、遊びに行く予定。敵城門突破しました。でそれとは別にまた奥さんと2月かな、2月に上海の中国の方にね遊びに行こうかなと思って、こちらは航空券手配済みで、さっきお話した3月の大遠征の航空券手配済みです。で、あと6月にもまたタイに遊びに行こうかなと思って、でゴールデンウィークがねちょっと、まあ、奥さんとどっか遊びに行こうかと思って、縄文を破壊しました。まだ確定的に決まったところがないので、ゴールデンウィークもね、まあ、ちょっと航空券高いんですけど、どっか遊びに行けたらいいかなと思ってます。で去年かな、何度かチャレンジしてきていたスターアライアンス ANA のスーパーフライヤーズカードを何年か越しにようやく取ることができたので、まあ、今回というか今年は、ね、その恩恵を最大限に預かろうかなというところで、まあ、海外旅行ね惜しみなく行けたらいいかなと思います。であとは赤松家の巨匠室津城が残すのみか。これ室津まで一気に攻め込みたいな。清水宗春がいるな。さすがに優勝だな。統率93、武勇85、知略78。岡山城か。岡山城からはるばるやってきたのかな。室津城までは取っちゃいたいので、まあ、力攻めしましょう。止まれ。お、井伊直親が死んだか。29歳か、早かったな。で後継者を選択してゲームを続行しますか。まあ、ここはねちょっとここでやめるのも気持ち悪いので続行しましょう。で誰にするかというところですね。元服前のこのいい年なんて読むんだろうこれ、ちょっと読み方わかんないけど、こいつにしようかな、それとも女城主直虎にするか。元服前の、まあ、こいつを後継者にして、まあ、いわゆる息子ですね。で直虎を後継にみたいな位置づけでやりますか。
まだ5歳ですからね。いやー、ナオチカ死んだか。まあ、だいぶね、この能力値の割には頑張ってきたのかなとは思うんですが、29歳は若いな。僕今34歳になったんですが、29歳の時はだいぶやんちゃしてたけど、やんちゃっていうのはヤンキー的なことじゃなくてですよ、あの夜遊び的な部分でのやんちゃですけど、まあ、今でもね大して変わんねえだろっていう話はあるんですが、いつまでこんな遊び方ができるのかなっていうことを考えると、遊べるうちに遊んどいた方がいいかなという自分への言い訳をしつつ、20代から変わらぬ遊び方をしてるんですけどね。この直近は29歳でこの世を去るのか。で、今末盛城はね、その今川の中心地にあるので、まあ、今後ねもし独立を画策するっていうことになった時には、末盛城は少し危ないかなというところにはなります。一番最初に攻められるであろう場所、かつ敵中の中に孤立する城にはなるので、もうこの末盛城をそのまま残すのか、もしくは末盛城は返しておいて別の城をもらうのか、まあ、ちょっと検討していきたいなと思うんですが、末盛城に関して言うとだいぶ拡張増強改築してきているので、まあ、残しておきたいなっていう愛着のある城ではあります。ご命令を報告いたします。さあ、死んでしまいましたね。先月の終始です。報告いたします。直近は姫路城に人を入れていきましょう。御所から松井を入れていきましょうか。出た。これで武将が変わってしまった、まあ、変わってしまったっていうか武将が、御用を受けたまわります。この幼い5歳の子供に変わったっていうのがどう影響するか、ありがとうございました。見極めていかなきゃいけないところにはなるんですけど、すぐに独立をするっていうのはちょっと考えにくいのかな。そうなると、姫路城が逆に敵の反撃を受けているので、まあ、まずはこの敵の反撃をうまく食い止めていかなきゃいけない、そんな局面ですね。助立ちいたす。止まれ。で、室津城に攻略隊を送っていきましょう。皆、我に続く。臆したか。ご命令を報告いたします。まだ5歳だからな。先月の終始です。これ明智光秀の傀儡化してるんじゃないかっていう話ですよね。5歳じゃ何も判断できないですよね、本来だったら。で、松永久秀が5000の兵で暗躍してるな、機内を。これは排除しておきたいけど、まあ、まずは室津攻めだな。ここで蹴りをつけましょう。まずは内通の使者を送っていきましょう。で、軍勢の数が多分足りないので、室津に追加で派兵していきます。出るとするか。加勢します。
この戦、我らの勝ちだ。我が戦、お見せしましょう。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。このままムロツを落とせればだいぶ楽になるな。赤松家の武将たちが手に入ればまた武将の少し余裕が出てくるはずですね。敵将捕獲したぞ。戻るぞ。騎乗する。騎乗する。城へ戻るぞ。敵が我が領内に向かっております。三騎乗に対して15,600か。ただ三騎乗に関して言うと、まあ、冷たいことを言うようだけどこちらの所領になってる。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。よし、これで武将の数も少しずつですが余裕が出てきましたね。で、問題は換気城だ。換気城は軍勢の数としてはそれなりに余裕はあるけど、三好が15,000の大軍勢で攻めかかってくるってなると、まあ油断はできない感じにはなりますね。不足とか資源不足がやっぱり深刻化してきてるので、まあ、ここは、まあ、今後の身の振り方じゃないですけどどういう防衛戦略にかっていうのを考えて、やっぱり門を守りつつ、その武将の数が足りないので実際に防衛戦に入った時にどちらかっていうと合戦に持ち込むよりかはそのまま耐久力を武器に全国マップの中で戦うっていう形に多分なるんじゃないかなと思うので、そう考えると耐久力が上がるいう施設を中心に作っていった方がいいのかなというところですね。武将の数がいっぱいですから城門を張り付かせることによって防衛をするっていうのが一番防衛しやすい、城を守りやすい戦い方になるのかなと思うんですけど、ちょっとそうはいかなそうですからね。ご命令を。報告いたします。報告いたします。さあ次の攻略目標特に言われてまだいないので、となると今のうちにどっかを攻め取っちゃおうとかっていうことをしたとしても実は旨味がほとんどない。やっぱりせっかく攻め取るんだったら自分の領地にしたいですからね。できるんじゃないの？ここで三好の、おお、ムロツが攻められてるじゃん。しかも出陣するぞ。ですね。出るとするか。ここは絶対に取られたくないんで。出るとするか。出るぞ。防衛隊を出して。必ずや勝つ。表情を始めます。報告いたします。万万が一っていうこともあるので。
ここは押しまくり軍勢を追加で派兵していきましょう。三好隊そんなに強者揃いというイメージはないですが、我が戦ここは黒い城から名を取らご覧に入れよう。御詰めとして室津城に出していきましょう。力を合わせ戦い抜きは退けられれば逆に三好で兵力を減らしてるはずなんで、城へ戻る。隙をついて逆に三好攻めを敢行するっていうのはね、いい作戦なんじゃないかなと思うんだけど、三好攻めの陣ぶれが出ないからな。表情を始めます。先月の収支です。本当に吉本から三好攻めの軍団長に就任してくれればすぐにでも攻めかかるんだけどな。木材不足が深刻だな。鉄はそれなりに数が揃ってきていて、何なりとお申しつけよ。木材を買っていくか、金はかかるけど。毎度大きに。これでまた回収を進めていきましょう。まあ、来たるべき独立の機会が来た。まあ、来たるべきって言い方しようと、もう独立ありきみたいな話になっちゃいますけどね。まあ、独立をいつしてもいいように、ここは城の改修だけは4年なくやっておきましょう。ところかな。有岡城にいる長宗我部元親、何、宇都宮にいるのか元親は。今この元親は我が方に寝返ってもらいましょう。で、松永久秀も家臣に欲しいからな。結構不満を持ってる部署って探せばいるもんだな。まあ、この辺りでまずはいいでしょう。大御所は大丈夫なのかな。三好が攻めてきてるけど、もうこちらの方が軍勢の数的に有利性なので、まあ、抑え込めるかな。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。要衝になってるんですね。結構頻繁にいつでも攻められてるイメージがあるな。5章はだいぶ完成形に近づいてきてるな。まあ、2章5章はね、そのこのままプレイをするにしても独立するにしても抑えておかなきゃいけない章なんで、まあ、できるだけ取られないようにしていかなきゃいけないところですからね。で、どうやら出るぞ。大御所の防衛が長らなさそうなんで、援軍を関係上から出していきましょう。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。
防護城は常に敵の攻撃にさらされてるからな。今度は鉄不足？鉄はちょっと買う金ないな。一旦様子見しましょう。でだ、大御城をしっかり守ることが先決だな。で、大御城が守って兵を返して、そうこうしているうちに調略隊が敵の調略で密談を取り付けてくれば、有岡城攻め、ご命令を。先月の終始です。報告いたします。あたりをちょっと画策していきたいところですね。何なりとお申しつけよ。鉄使いたいけど金ないよな。毎度大きに鉄を一旦買って金がなくなったので金を貯めましょう。元近がこれで不戦には応じる。寝返りまで持っていきたいな。元近に関しては久秀でも不戦か。寝返りまではやっぱり持っていきたいな。この二人確実にこちらの味方につけたい。表情を始めます。先月の終始です。敵の主力になっているし、寝返ってくれればこちらの主力になり得ますからね。表情を始めます。先月の終始です。だいぶ城下町も発展してきてるからな。ちなみに今の勢力図でいうと、今川が拠点48、武将35万、武田もやっぱり大きいですね、拠点35、兵数が23万で、北条も同じくらいの規模になってます、まあ、ここが大きいところと、あとまあやっぱり伊達もね、大きくはなってきますね。で、島津が滅んで大友が九州は制覇したんだな。ちょっとこれは意外な展開ですね。でもう残された大名家、特に西側でいうと決して多くはない、やっぱり毛利、浦上、三好、長宗我部、そして大友、この辺りですね。あと大内がちょっと残ってるかなというところなので、まあ西に関してはいいけど、やっぱり畿内をもうちょっと制圧していきたいところにはなりますね。表情を始めます。先月の終始です。最前線の城に関しては最優先ででかくしていきましょう。まあ三層天守ぐらいまで天守はやっぱり大きくしておかないと不安があるので。将の数にね、申し分なければ再三言ってるように特に気にするところでもないんですが、お、元近は寝返りになるな。表情を始めます。先月の終始です。なのでちょっと長くなってきたので、一旦今回はここで終わりにしてですね、次回は宇都宮攻めを行って、その中で元近、長宗我部元近を味方に引き入れていくっていうことを、やっていきたいと思います。
はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。